RIM-162SM は、シースパローの後継として、レーセオン社が開発した、艦隊空ミサイル。日本語では、発展型シースパローと呼ばれる。ミサイル本体は、シースパロー RIM-7P を改良、アンロム世代の誘導装置でパッケージされ、全部の直径は、シースパローと同じ8インチだが、後部の直径を10インチと大型化しており、 レーザー点火装置を採用したマーク134個体推進薬ロケットモーターを内蔵している。推進薬は2層になっており、発射機から打ち出す際には低肺炎推進薬で関西工学センサー類に悪影響を与えないように配慮されている。加速用にはアルミニウムを添加した推進薬により水力を増加させている。 ロケットモーター後部は飛行制御部分となっており、外部に相脱翼を折りたたみ式に装着する。なおシースパローに存在した全翼は存在せず、そのため全体の形状はシースパローよりもスタンダードミサイルに近い。最後部には水力変更のズルを装着、発射後ミサイルを目標方向に向けると投棄される。TVC により発射直後の低速時でも高い運動性能を有し、 最大 50G の旋回が可能とされている。TVC は VLS から発射しない RIM-16-2D では装着されない。m ーク k 4 1 v l s では m ーク k 2 5キャニスターを使用した場合1セルあたり4発。m ーク k 4 8 v l s では DP-48 キャニスターを使用した場合は1セルあたり2発ずつを収納可能としている。なお、 マーク 48VLS は DP-48 キャニスター使用時にはマーク 56VLS と呼ばれることもある。最終段階の誘導は官邸に搭載されているイルミネーターからのレーダー破傷者によるセミアクティブレーダーホーミングだが中間段階では搭載する完成後方装置及び射撃式装置との無線リンクによる指令上準線ヒッチ誘導による自律飛行も可能で 最大3目標に同時対処可能となった。以上から最近収益しつつある SM 防空艦ではイルミネーターに相機機能を備え最低6目標同時対処が実現されるものと思われる。日本では旧ガ型護衛艦での採用を皮切りに汎用護衛艦にシースパローの後継として搭載されている。一方でタター艦、 イージス艦の艦対空ミサイルは射程の長いスタンダードミサイルで統一されており、ミサイル護衛艦へのシースパローやエスムの採用予定はない。2018年現在、改良型であるブロック2が開発中である。レーダーがアクティブ、セミアクティブ両対応のレーダーに置き換えられ、終末誘導のアクティブ化に対応し、これにより全部の直径も10インチとなる。 その他誘導部は AIM-120C-7 と共通化され、中間誘導はデュアルバンドレシーバの採用により S バンドと X バンドの両方に対応する。ありがとうございます。